クロスフィンガリングとは、フラウトトラベルソやリコーダーのような、半音を出すための専用のトーンホールを持たない、木管楽器において、半音を出すために用いる、運指法のこと。フォークフィンガリングとも言う。ルネサンスフルートルネサンスフルートを例として説明する。今日のフルートの祖先にあたるルネサンスフルートは、木製の円筒に、歌口と6つのトーンホールが開いているだけの、 極めてシンプルな横笛である。通常は楽器を右側に構え、歌口に近い上流側3つのトーンホールは、左手の第2から4子で、下流側3つのトーンホールは、右手の第2から4子で塞ぐ。すべてのトーンホールを塞ぐと、管内部で振動する気中の長さが最大となり、最も低い音が出る。テナーのルネサンスフルートは D 管で、最低音は D4 である。 すべてのトーンホールを閉じてから、歌口と反対側の方から、トーンホールを一つずつ順に開けていくと、管内部で共振する気中の長さが短くなって、周波数が上がっていき、下記のように二丁調の音階が出せる。が、閉じるトーンホール、丸が開けるトーンホールである。歌口トーンホール解明音名、ド・レ・ミ・ファ、ソ・ラ・シ。しかし、例えば、ファノや、 ラのを出したいと思っても直接出せるトーンホールはない。そこで次のようにする。ファ、ファ、ソ、ラ、ラ。このように出したい音より半音状のトーンホールを開き、下流側のトーンホールをいくつか閉じて音程を調節するような指使いを上げる指と下げる指が交差することからクロスフィンガリングという。ピアノを弾くときのようにある指が他の指の上を越え、 あるいは、下を潜っても連れ合うという意味ではない。トーンホールの大きさは、管の内径より小さいので、開いているトーンホールより、下流側の空気も、ある程度の長さ共振しているため、下流側を閉じることによって共振している気中の長さを増大させ、音高を下げることができるのである。一般にクロスフィンガリングによって出す音は、そうでない音と比べて弱々しく、音程も定まらないので、 半音を出すための専用のトーンホールを持たない楽器で、半音を多用する曲を演奏するのは容易ではない。このため、D 間のルネサンスフルートやフラウトトラベルソの場合、蝶々について考えると、五度圏の図で、D ドアから遠い調べほど演奏が困難になっていく。同じように、C 間のソプラノリコーダーは、C ドアから遠い調べほど、開館のアルトリコーダーは、 カイドゥアーから遠い調べほど演奏しにくくなる。モダンフルートベーム式のモダンフルートには、1オクターブの中にある12個の音を出すためのトーンホールがすべて備わっているので、クロスフィンガリングを用いることなく、すべての音を明快に出すことができる。しかし、人間の手には指が10本しかないため、複雑なキーメカニズムの助けを借りて、トーンホールを開閉する、関係上、回4のように、 一見、クロスフィンガリングのような指使いが必要になる音も、ある。また、例えば高音域の F6 では、左手の中指も上げるが、これは、回6が、回4の第4倍音であると同時に B4 の第3倍音でもあるので、工事の倍音が安定して発生しやすいよう、H トーンホールを開け、この位置に倍音の腹ができるようにしているのである。これは、H トーンホールが、 第4の波の4等分点にあるからという言い方もできる。いずれも音高を下げるために下流側のトーンホールを塞いでいるわけではないが、便宜上これらを含めてクロスフィンガリングと呼ぶこともある。ありがとうございます。